はい、みなさん、こんにちは。バイサイジャパニーズのレイラです。今日は、私がプロダクティブな毎日のためにしていることを話したいと思います。はい。えー、私は、まあ、今家で働いていて、で、まあ、働いてると言っても、もう全然ね。あの、今のお金は全部ペイチュヨンから来ています。なので、全然。 たくさんお金があるわけじゃないし、えっと、会社で働いているわけでもないです、えー、だけど今はね自分の、まあ、ビジネスのため自分の将来将来は何かマイフィーチャーのために、えー、毎日頑張っています、えー、一日結構働いていて8時間くらいかないや10時間くらいかもうん <laughs> うん結構働いていますで毎日頑張っていてあの1年前に比べてすごくねプロダクティブに仕事ができるようになりました、うん、でたくさんねあの、まあ、心がしんどくなった時もありましたでもなんとか、まあ、それを乗り越えて乗り越える means to overcome ね 乗り越えて、えー、今は結構毎日、まあ、プロダクティブで楽しい日を過ごしていますなので今日は、まあ、どうやって私が毎日を、まあ、プロダクティブに楽しくしているかについて話したいと思います、えーね、もし参考にできることがあったら嬉しいですはいじゃあまずは朝。 朝のルーティーンからね。朝からえっと。私は？だいたい朝7時20分に起きます。うんまあ、彼氏が8時から仕事に行くので、私は7時まあ。彼氏も7時20分に起きて、急いで朝ごはんを食べて準備をします。で、彼が8時に仕事に行くので。 でその時に私も朝散歩に行きますウォーキングをしますだいたい30分から40分くらい、うん、でここはね田舎なのであの自然がたくさんあってで天気もとてもいいので本当に朝の散歩は気持ちがいいですもう目が覚めるしもうなんかなんだろう 色々忘れるることができる結構ねあのソーシャルメディアの仕事をしてるとちょっと心がねよくしんどくなるし頭も結構いっぱいになるけどそれを忘れることができます、はいね。だから朝のウォーキングは大切、うん、で朝のウォーキングから家に帰ってきたら、えー、朝ごはんの食器 食器を洗ったり、洗濯をしたり、掃除機をかけたり、掃除機をかけるバキュンしたりします。うん、で、掃除がだいたい9時15分くらいに終わりますね。うん、めっちゃ急いで掃除をします。やっぱり朝掃除をすると仕事を始めるときに周りがね。 すっごくあの気持ちがよくなるリフレッシュできますよね、はい、だから朝頑張って部屋をきれいにしてあの心がね楽しくなるようにしますはいそれも朝の、えー、コツですねでそして掃除の後にその日の「トゥードゥーリスト」を書きますすることリスト書きます、うん、で私はまあ1週間 1>, 1週間の todo リストも書いているので、それを見ながら、まあ、今日やることをもう30分とか1時間しっかり分けて、えー。スケジュールに書いていきます。うん、えー、それが大切かも。その例えばまあ、30分で終える。まあ、終える。終わらせることができるもの。例えばまあ、ライブレッスンの準備とか。 もうそれは絶対に30分ですると決めますね絶対にでしっかりスケジュール帳に書いていきますうんでトゥ do リストを書くと、まあ、ちょっとなんか私は安心できますね、うん、もうトゥードリスト以外のことは以外,以外 means except for だから except for my to do list except for my list トゥ do l i リスト 以外のことは考えないようにします。あちらのと千カバーで千カバーだいや千カバーでもあるの。はい考えないようにします。はいでその時に私は読書を始めます。読書。はい今読んでいる本は広島の友の浦という場所の本です。まあ私は大学で 建築をアーキテクチャね勉強したのでえー、とそれそうね友の浦の歴史とか建物の話の本建物ビューディングねの本を読んでいます。うん。多分ね来年はまた大学に戻りたいと思っているのではいちょっと忘れないように本も読んでいます。で大体本は まあ三十分くらい読みます。で。本を読んでいるきは、またね、ソーシャルメディアのことを。忘れることができますよね。で、本を読み終わってから。トゥードゥーリストを使って、トゥードゥーリストを見ながら。仕事を始めます。うん。これが朝の。ルーティーンかな。うん。そんな感じ。で。土曜日とか日曜日は。できるだけ。 ね、ジャック彼氏と一緒にいるために、まあ、仕事はしないいように頑張っています、うんで。これもね多分私の心にすごく大切だと思うかな、うん、であとは、えー、と彼氏がまあ4時半くらいに帰ってくるので,でその時に2人で、えー、もう1回散歩に行きます。うん この時は1時は間くらいかなで散歩に行ってその日に会ったこととかいろいろいろんなことを話しますね。でこれも私の私にとってすごく大切な時間です、うん。まあそんな感じかな。あと夜はできるだけ早く寝るように毎日絶対8時間 寝るようにしています。うんで、えー、ご飯もたくさん食べてね。ウォーキングでしっかり体を動かして、えー、もう、ね、ストレスをね、できるだけストレスがないように、自分に、まあ、できるだけ優しくするようにしています。えー、これが多分、私の、まあ、プロダクティブになるための、まあ、コツだと思います。 今話していて私がね気がついたんだけどもう全部頑張ってそのなんか私の心を、まあ、安定安定する means to ね心を安定するようにしていますね、うんうん、ちょっとびっくりしたけど多分それがね一番大切だと思う、うんうん、やっぱり心が安定していないと ちゃんと仕事はできないしスストレスがままりますよね。で、多分それが一番良くないと思うストレスが大きくなるとやっぱりどこかでね仕事をまあストップしちゃうことになるしやっぱり継続継続, to be consistent 継続することが一番大切なので頑張ってねあの できるだけ自分に優しくあの継続できるように頑張っています。はい、私のねプロダクティブになるコツはこんな感じです、えー。もし皆さんがここから何か学んでくれたら嬉しいです。はい、じゃあいつもありがとうございます。また次のエピソードで会いましょう。えー、ぜひページをもチェックしてね。 はい、ありがとう。じゃあ今日はここまでですバイバイ。